ストークマンデビルホスピタルはバッキンガムシャーのアイルズベリーにある公共病院国民保健サービスにより管理されているこの地で1948年7月28日に行われたストークマンデビル競技大会はパラリンピックのルーツとなった1830年代イギリスでこれらが大流行したためストークマンデビルとアイルズベリーの2つの教区が資金を 出し合いこれら専門の病院が設置されたが、これらは感染力が強かったため、両教区の教会に設置された。1900年代、病院はすべての感染症に対応する病院へと発展した。1948年、第二次世界大戦で発生した、昇位軍人を治療するために、国立総合脊髄損傷センターが設置されたが、アイルズベリーの町が成長し、 区域が拡大していたため、ストークマンデビルよりに移設された。同年、入院患者のためのスポーツ競技を開催した。1952年には、オランダの選手も参加し、初の国際大会となった。1960年には、ローマでオリンピックが開催された同じ日に、同地でストークマンデビル競技会を開催したが、これが現在では、第1回パラリンピックと、 位置づけられている。1950年代以降、新たな救急病棟の建設など、規模が拡大された。また、ストークマンデビルスタジアムが設置され、イギリスの障害者スポーツのナショナルセンターとなった。1970年代と1980年代には、人気司会者、ジミー・サビルの資金援助により改装を行った。2009年には、 新しい産婦人科をオープンさせた。また、PFI による運営を行っている。ありがとうございます。